はい、こんにちは、深爪です。エンさんです。いえ、気をつけよ、はい、本当に本当に気をつけよ、深爪には。ということで、佐藤のこれは第2便ですかね。はい、違うわ、3便になる。コートがあったかな。そうだ、第3便になりますね。で、届いたものを今回は紹介しようかなって思ってて、まあ見ての通り小物、キーホルダー2つとベルト、あとこのグランダットシャツっていうシャツですね、はい、を紹介していこうと思っております。はい、で、このまずシャツからいきましょうか。はい、グランダットシャツっていう、まあ、佐藤のシャツになるんですけど、定番です。まあ、色が綺麗なのと、あと触り心地はすごいんですね。ちょっと触ってみていいよ、 N さん。はい、この素材何だと思います？でもコットン。はい、100でコットン。レーヨン20%とか 20% ぐらい。あー、全然正解じゃないですね。全然ダメです。これはコットン100になりますね。はい、ボイルビエラっていう、そう、ボイルビエラっていう生地を使用したシャツになってまして、まあ、説明読みますと、ブランド定番のグランダットシャツです。今季はコットンの、ボイルビエラ生地を使用しています。生地にフラットエアインという加工を施すことで、一等が回燃され、ふっくらと柔らかい仕上がりながらシャリ感のある SS に最適な生地を使用していますということで、これすごいね。ねじってるのをほどくってことだよね、きっと。を回燃というっていうことで、ちょっとやっぱこう、風合いとしては、その甘く折られたコットンとかあるじゃん。ああいうのに近いよね。生地が柔らかくなってる状態っていうのが結構近いかなと思いますね、触り心地としては。で、さらに言うと、ちょっとこう、シャリ感を持たせてるから、その今からの時期に最適な生地になってますっていうことで。はい。で、一番上は真鍮のボタンがついてますね。はいはい、ボタンっていうか、これ取れるやつだ。まあ、一応これそうですね、真鍮のボタンだと、まあ、こういう感じで取れる仕様になってます。はいはいはい、だから何、カフスみたいな、うん、カフスボタンみたいな感じも、うん、になってますね。カフスボタンなんじゃねえかっていう疑いはあるよね。で、フロントはスタンドカラーになってまして、うん、これはフロントが切り替わってて、まあ、イカ胸みたいになってて、で、ボタンが2つ、まあ、計3つですけどついております。はい、で、袖もちょっと大きめのカフスになってますね。はいはいはい、で、後ろはちょっとヨーク低いのかな。まあそうだね、2、3センチぐらい低いのかもしれないけど、で、ちょっとこれ多分あれだな、洗いでギャザーが寄ってるような感じになってて、センターにもタックが入ってますね。はい、ただここでこのタック深めに入ってるおかげで、結構こっちがドレープがしっかり生まれてますね。ああ、そうですね。あと生地の凹凸感があるがゆえに、このなんていうのかな、奥行きがすごい感じられます。ああ、そうだね。うん、で、首元にはあの四つ糸ならぬ三つ糸が佐藤のアイコンとしてついてますって感じですね。はい、なんかこう面白いなと思う部分あります？ N さんから見て、ボタン三つってところが。そうだね、うん、何なんだろうね、ボタン3つな理由も。多いものよりも少ないものの方がさ、うん、エレガントっていうか、そのはい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 に感じるよね、すごい。うん、グランダットシャツってさ、うん、なんかちっちゃい頃にそおじさんのとかを着て、 おじいちゃんのとか、うん、でかいからカフスとかもでかくなってるのかな。で、ボタンの間隔も広いのはちっちゃい頃に着たから、自分が着たらさ、ボタンの間隔も広くなるじゃん、大人の体よか、はいはい、うん、そういう意図なのかなと思って今。ああ、それすごいね、それだったら。まあ、確かにそうだよね。だからマルジャーのドール機じゃないけどさ、うん、ちょっとこう着せられてる感があるような感じになるのがこの仕様なのかな。カフスがでかかったり、ボタンが3つしかなくてでかく見せてるような感じとか。はいはい、どこでしょうかね。はいはい、面白いね、その、うん、で、これは M と L でありますけど、どっち着ますか。はい、L ですかね。なんでですか。あの、肩がちょっと発達しちゃってる川村さんには、はい、そんなことないですよ。そんな、もうサーフィンやってないんで普通ですけど、いいですか。じゃあ全然 M で入りますけど、 L で。 L で OK です。わかりました。ということで、Nさん。はい。寿司三昧。ということで、L を着てますけど、はい。まあ、ちょっと緩め。ああ、はいはい。どう？このサイズ感。いや、いいけどね、サイズ感。うん。ちょっと面白いのが、カフスのボタンも手前側っていうのが袖側にあるから、うん、開くような感じになってて、こう、なんていうのかな、動作の時にこう。はいはいはい、きつく。なんないっていうか、そう、開くなんか形状になってますね。三つボタンの理由もなんとなく分かったしね、この襟のカラーが変えて、ちょっとブルゾンっぽい、うんうん、そうだね、感じになるね。一枚も締めるとこのぐらい、はいはいですね。そういうことか。
だからでもチェンジボタンにしたのかもね。返した時に裏がボタンで見えててもいいように、うん、そう裏も金のボタンみたいな。あーなるほどね、うん、かなって今。なんで普通のボタンじゃダメなの？裏なんかあれじゃん、普通に糸のあれが出てるだけな感じだから、はいはいはい、裏って感じがしちゃうから裏って感じをなくすためにそう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 ここにしてるとかなって。で N さんが言いたいのは、 N さんが言ってるのはこの辺のこと。そうですね、うん、ボタンががアクセントになると。はい、普通のボタンつけてるかこっちの方がかっこいいぞってことで。そうですね、そういうこと。はい、 OK です。あと着てる感じは、うん、あれだね、結構このビエラの、うん、本当に肌触りのいい感じと膨らみ、あすげえ生地は柔らかいし、あと色かな、塗覚、はい、いいなって思うのはこの色がすごい綺麗だよね。ブラウンなんだけど、丈もでもあれでも結構短めなのかな、前はなんかすごいブルゾンっぽく見える気がする、うん、M 着てみる。ああそうだね、うん、ということで、はい、これが M サイズですね。はい、なんか僕は正直最初納品された時に着たのが M サイズで、うんうん、こっちのサイズの方がいいかなって思ってました。はいはいはい、まあ普通にマジでジャストぐらいだね。うんうん、ここ締めちゃうとちょっときついかも。そんなことないわ。あ全然 M で本気ジャスト、うんうん、ほんとシャツとして着てますって感じじゃない。うん、さっきのはちょっとシャツアウターっぽい感じだったけど、うん、こっちはもう本当にシャツかなっていう。確かに大きさですね。うん、まあでも全然きつくないし、うん、正直パンツ、ワンダミスの新しいこのパンツ、まず紹介してないやつなんですけど、ちょっと太めのやつに合わせても違和感ないかなっていう。うん、横があるからね、太いパンツにも細いパンツにもいけるぐらいなサイズ感かなと思いますね、これは。うん、L だともう本当大きくゆったり着てますって感じ。そうだね、うんになりますねっていう感じでしょうか。はい、いやありがとうございます。ということで今のがグランダットシャツでした。はい、で小物の方ですね。小物がね、なんか割と最近僕小物注目してるんですよ。それ何、佐藤だけじゃなくて、そう、あのマナミスとかも。ああそうか、なんかさ意味わかんないもの作れるってすごいじゃん。ああなんか無駄なものとか、うん、なんかいい服ばっか、まあ、服屋だからさもちろんやってるわけなんだけど、キーホルダーとかさ、まあ、ベルト、まあ、無駄ではないけど決して、うん、なんか面白いもの作るなってそういうところで感じるんですよね。あマナミスのあのパフパフとかマジ意味不明じゃん。そうだね。でこのさっき言ったこの新しいパンツ、うん、納品された時に N さんにも言いましたけど、スカーフも頼んでるんだけど、スカーフかなって開けたら新しい蝶々2匹増えましたからまた蝶々増えたと思ってまあそれはそれでいいんですけど、なんかこういう小物をね注目してもらいたいなと思うのがあるので、一番奥のまあとりあえずキーホルダーが竹キーチェーンですね。はい、キーチェーンなんですけど、 N さんも佐藤の展示会っていうか分かりますけど、この竹細工の、うん、ライトでしたっけ、あったの。あライトあったね。ライトってなんかこう球体のオブジェかで、中にライトが入ってたのかな、うんうん、竹細工を多く使ってて、これもそうで、佐藤さんが大分出身か、そもそも、うん、で、まあ、素材何って聞いてもあれなんで、もう竹なんであれなんですけど、その竹を使った大分県別府市の伝統工芸の竹細工と輪島塗りのビーズを組み合わせたキーチェーン、一つ一つハンドメイドで制作しています。竹細工は大分県別府市の竹細工職人、輪島塗りビーズは石川県輪島市の漆塗り工房に依頼して制作していただいていますとのことですね。色は伝統的なブラウンとブラックの2色。あこれも伝統なんだね。そもそもある色なんだ。竹を染料詰めているため水に濡れたり強く擦ると色落ちします。また天然の竹を使用しているため染色していても色に個体差が出ますということで、まあ、本当伝統工芸を今の現代ファッションに落とし込もうっていうのが強く感じる作品でして、うん、まあ、ちょっとつけてみようか。じゃあそうだね、うん、正直さこういうの鍵とかももうさキーレスとかになってきちゃってるし、うん、これうちもここのお店の鍵もさ暗証番号なんだよね。はいはいはい、だから鍵使わないんですけど、でこれはねそういう人もね見えないおい見えんぞってT シャツタックインとかしてる時だよね。そうだね、そういう感じ。これ可愛くない？うん、いいよね。なんかさそれキーチェーンとかってさ、うん、シルバーとか使ってさ、うん、ちょっと武骨とかさ、うんうん、とかそう男っぽいものだけど、これってなんか違うよね。あ、うん、芸術っぽい。そう繊細だよね。うんうん、そういうのやっぱし面白いよね。うん、しかも本気竹細工っていうのが可愛くてさ他にないじゃん。うん、うん、
でカラビナも、カラビナもなんか俺昔からカラビナ好きなんだよね。ああ、でもその形も変わってるけどね、カラビナ変わってるよね、うん、こっちとでブラウンはっていう感じか。うん、ブラウンはゴールドなんだ。金具が可愛いよね、こうやってつけて。いやそうだね、うん、こういう感じっすね。うん、あとはそれこそバッグとかにつけてもいいしね。あ、確かにね、なんかいろんなとこにつけられるかなっていう。まあ、正直、うん、必要か必要でないかで言ったら多分必要ないんですけど。ああ。なんかこういうのを例えば僕だったらこの前紹介したマナミスのパンツ、うん、にこうでかっこよくない？確かに。でしょ？マナミスのパンツにつけるとこういう感じですね。はい。なんかこの日本の伝統工芸とデンマークが生んだリネンメッシュのこうハードコアファブリックに噛み合う空気じゃないですかね。確かにね、こういうの面白いなと思って。そうだね、なかなかないもんね、うん、キーチェーンでそういうものに合うものって。そう、ないんですよ、作り込まれたものがね。でもちろんこの木箱に入ってお渡しするって感じですね。木箱プラスこの黄色いのも入ってるから、はい、玉手箱っぽいでしょ。玉手箱でお送りすることもできますってやっちゃってるから。で次がベルトですね。はい、まあ、ベルトはね佐藤ド定番のベルトで、まあ、超絶人気です。そうですね、前回も。はい、漆リングベルトですね。はいはい。さてエイヌさん、はい、ある伝統工芸が施されていますこのウッドリングなどに。はい、なんていう漆塗りか覚えてますか？なんか輪島塗りみたいな。じゃあそれはあっちでしょ、そのビーズに施されてるやつでしょ。ああ、マジ？うん。え、でも塗り方じゃない、その漆の。うん、塗り方だよね。うん、もう 2,3 回やってるけどね。最初の文字なんだっけか。し、しっくい、しっくいそれね、前も言ってたんですよ。再放送再放送してますよ。うてーぬしらしゅん、あ、しゅん、しゅんげー、しゅん家業だって気がするんだよね。しゅん家業ではない、家業家業、しゅんか塗り、もう家業でか選んじゃってるとか安直すぎだろ。しゅん塗り、しゅんけい、うん、もう全然ダメだね。ごめん、ゼロ点だわ。今のはさすがに春景塗りを施してます。飛騨高山のバックルに飛騨高山の春景塗りという漆塗りを施したウッドリングを使用したリングベルトです。はい、江戸内紐に数珠サイズのウッドビーズを通したハンドメイドのベルトです。ベルトだけでなくベルトループに通してウォレットチェーンのように使用することも可能ですっていう、はい、これが本当佐藤の正直一番顔と言ってもいいぐらい人気なものですね。で前はこの江戸内紐じゃなかったのかな。だよね、なんかもうちょっとそのビーズが多かったのかのターンが。そうだね、そうだよね。だから多分今これ腰に来る見える場所ぐらいがビーズになってて、うんうんうん、他のところは絞りやすいように江戸内紐に、はいはい、なってますね。でそういう変化もあって、じゃあつけてみます一回。はい、こういう感じ。そうだね、うん、まあその丸の部分を腰とかの方に持ってきても面白いし、そうだね、横にずらしてもいいし、でかつ別にベルトじゃなくてさ、ほんとこういうシャツの上から使ってもいいしということで、漆リングベルトでした。はい、じゃあ N さん、はい、これら使ってあなただったらどこ行く？あ、じゃあどういうコーディネートする？これだったら、うーん、俺はね、うん、白パン、はい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 、にサンダル、うん、でシャツとキーリングかなの、うん、ブラウンの方、はいはいはい、でなんか本当日本家屋っていうか、まあなんか、うん、お茶会みたいなの行ってみたいなっていう、うんうん、そういう雰囲気がすごいあるからっていうので、はい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 、お茶会、そう、誰が集まってくるの？それもあるよね、着物着たおばさんみたいな。でもあれやったことないからな、なんかああいうのってさ結構精神的に落ち着かせるものみたいなある、うん、集中力を増やすとかさ、そうだね、うん、瞑想みたいな、うん、でああいうのやってみたいなって思ってんだよね。はいはいはい、うん、いやでもそれねほぼ一緒で、うん、僕も一番最初に思いついたのは、まあ、このシャツに白のショーツって言おうとしたの、ジントニの、はいはいはい、ただかぶっちゃうんで、じゃあチャコールのショーツにします、はいはい、に、まあ、ベルト巻いてで革靴、うんうんうん、まあ、コインビットローファーとかで、俺も茶屋に行くって言おうとしたの、はいはい、やっぱお茶よくなのかな、緑茶すごい似合いそうじゃん。うん、
と俺は団子食いたいかなっていう。ああはいはい、やっぱ和に走ってしまうよね。そうだね、なんかそのモダンな空気に合いそうな感じするから、うんうん、そういうなんかぬくもりを感じる空間とかものとかを味わいに行きたいかな、これで。はいはい、色も渋くてかっこいいし、うん、まあ本当に特筆して言いたいのはこの色ですね、僕はこのシャツにおいては。ああ確かに、ね、すごい綺麗だから、うん、いろんなものを合わせるのにアクセントに乗ってくれて良さそうな気がする。そうだね、なんかすごいちょうどいい色ね、うん、してるよね。という感じでしょうかね。じゃあ、はい、じゃあ N さん、竹キーチェーン、ウルシリングベルト、グランダットシャツ、佐藤の3つ紹介しましたけど、総括お願いします。はい、今日の総括は、はい、違和感。違和感。違和感。へえ。と言いますと、と言いますと、まあ、どうなんだろうな、まあ、小物とかも、まあ、シャツもそうなんだけど、まず小物で言うとさ、うん、そのベルトなりキーチェーンなりとかってレザーを使ったもの、うん、って多分それはもう主流になってきて形も決まってきてるわけじゃん、うん、でその中でこうまでさデザインも変えた同じものを作るっていうのがすごいなと思って、うん、もうパッと見キーチェーンとかベルトって言われても違和感しかないわけじゃん。そうだね、うん、でもその違和感がすごい良くて、うんうんうん、普通のベルトじゃないからこそ出せるなんか雰囲気っていうのを持っていて、はいはいはい、この小物たちにも、うん、でシャツに関してはそのさっき言ったボタンが3つっていうのでさ、その2つ目の位置がそこだからこそかえってジャケットっぽくなって、うん、で丈も、まあ、ちょっと短めなのかそのブルゾンっぽくも見える、うん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 、でも生地自体は薄めだからなんで夏にそういうブルゾンっぽく羽織ってても違和感がなくて、はいはいはい、でもアウターだからさそのシャツよりは楽に見えないっていうか、うんうん、とかあそのカフスの部分とか、うん、その大きく作ってでしかもボタンの留めを真ん中じゃなくて一番上の方に持ってくることでさ、うん、開きができて、そうだね、なんかちょっとエレガントっていうかエロいっていうかなんかその開きの部分、そう、うん、なんかコップ持った時とかのさ開きでさ、うん、そこの隙間から手のこの肌色が見える感じとか、はい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 、そういうの良かったし、うん、であとなんかこれねシャツね、シャツだけどボタン下の2つがさ、うん、ちょっとデカめなんだよ。でかいね、うん、だからやっぱりちょっとアウターっぽくさを意識して、はいはいはい、そういう変えてって、うん、でなんか、まあ、違和感ではあるんだけど、うん、そういうことをすることによっていろんなそのシャツだけじゃないものに変えれて、うん、っていうのをうまく持ってきてるのかなっていうので今回違和感でしたね。なるほどね、はい、確かにね、もう本当に伝統工芸を落とし込むっていうこと自体がもう違和感だもんね、やっぱね。あ、まあそうだね、うん、でいい感じにその違和感がアクセントになっていると。はい、確かに、まあ、特にねこっからこう軽装になるからこういう小物とかね見てもらいたいし、うんうん、まあ、もちろん今からオンラインサイトにあげますので、うんうん、ぜひ見てくださいということで、はい、他にも新作が届いているんで、うんうん、その、まあ、マナミスのこのパンツも、うん、蝶々も着てるからね、はい、その辺も引き続き、紹介していくので見てくださいということで、はい、じゃあ今回もありがとうございました。ありがとうございました。